ネオアサリ。渋い子が多い。気さくで優しい担任の先生。プロデューサーくん、今日はスカウトの練習をしてみましょう。先生をアイドル科の生徒だと思ってスカウトしてみてください。はい、君たちの先生ですから。プロデューサーたるもの、できることは多い方がいいですからね。いいですね。あと一押し欲しいです。なかなかやりますね。プロデューサー君に10点。一度行ってみたかっただけです。けど、そうですね、アサリ先生ポイントを貯めたら何かご褒美をあげましょう。アサリ先生、あなたもアイドルにならないか。アサリ先生のスカウトに成功しました。学園アイマス、アサリ先生の可愛さまで天元突破。アサリ先生をスカウトするのってコラ画像？それとも本物？やっべ、アサリ先生をスカウトするコニャに遭遇しちゃったよ。好きになっちゃうじゃん。アサリ先生って、いいよな。男子生徒にスカウトされまくっているであろうアサリ先生。アサリ先生スカウトできたわ。すぐ断られるけど。練習でアサリ先生をスカウトするコニャ最高。ありがとよ学マス。アサリ先生をスカウトのやつ何？かわいい。沼ってしまう、やめてくれ。むしろあなたが自慢の先生すぎるだろ。アサリ先生最初子がちゃんだとわからなかった。大人っぽいけど可愛い。アサリ先生どう聞いても日常よりみたいな子が青いの声してて、むほほ。下手にボインボインさせてるよりこれくらいのサイズの方が男子生徒が視線をちょっと下にするんすよね。アサリ先生をスカウト、やっぱりアサリ先生ルートあるやろこれ。アサリ先生をスカウトできるんですか。へえ、サポカのコニャも見れるんだ。アサリ先生をスカウト。アサリ先生のコニャはいつ見れるんです。条件とかないよね。これ見るためにやってるのに。アサリ先生でスカウトの練習コニャ、気が狂うかと思った。アサリ先生でスカウト練習するかい。完全にプロポーズ。これでアサリ先生好きにならない方が無理ってもんだろ。いい加減にしろ。いいぞ、もっとやれ。先生なんだよその表情と怖いよ。貫突前から完全に受け入れてるじゃねえか。このゲームアサリ先生とのイチャつきタイムが多すぎる。なかなかイチャつきタイムが多いのにアサリ先生は俺と付き合う気がなくて泣いてしまう。アサリ先生の教師と生徒は付き合っちゃいけないのよ。で静止する理性 VS 若い子のギラギラした攻めのアプローチに求められる喜びで心が揺らぐ様子。アサリ先生のたまに見せるメスの顔が好きなんだ。学マスで一番 H なのはアイドル友ではないアサリ先生だ。アサリ先生本当に可愛いんだけど、着てる服がオタクと一緒なんすよね。学マスのアサリ先生が好きなやつ P5 の川上先生も好きだろ。メンタリズム。学園のプロデューサーじゃなかったらアサリ先生をスカウトして先生辞めさせてたところだった。デレ P ならアサリ先生を落とせてたまであった。デレの年齢層。アサリ先生、ガチ初見の時は赤木先生だと思ってた。なんだよこれ、プロポーズかよ。学マス P 初動からどんだけプロポーズしてんねん。アサリ先生可愛くてひっくり返った。好きになる。リナミとアサリ先生という年上属性組に対して P がすげえ体内回帰衝動を抑えられてないのが見て取れて面白いけど、同時に割と引いてる。アサリ先生はともかくリナミは年下なのにな。アサリ先生をスカウトするくだり、本家にあるのかよ。アサリ先生のお説教中 P が急にアサリ先生口説き出して笑った。プロデューサー君、今日は君にお説教があります。いいですか。君はもっとプロデューサー科の中で交流を持たないとダメですよ。もちろんアイドルのプロデュースこそが君の仕事。とっても忙しいのはわかりますが、同じ科の仲間、言い直しましょう、同業者との交流で得られるものは決
決して小さくはないんです。プロデューサー同士の横のつながりがいつか君のアイドルを助ける日が来るかもしれません。先輩方から受け継いだ経験が君のアイドルを成長させることもあるでしょう。ですからね、プロデューサー君。はい。どうしてそんな話に。もっとピーカの人と交流しな。ってアドバイスくれたアサリ先生を食事に誘う主人公、ガキすぎてて悲鳴あげた。昨日学園アイドルマスターしてたはずなのにアサリ先生を口説いてた記憶しか残ってない。今回だけだから、友達の先っちょだけだから、事実。どう考えてもね、アサリは流されやすい女確定。P 限定かも知らん、世話のかかる生徒だったっぽいし。すでにアサリ先生がこいつは何し始めてもおかしくないと思ってるあたり、今までも何か変なことしてたんだろうなと思う。アサリ先生スカウトイベント好きすぎる。アサリ先生をスカウトするとしたらどうするかみたいな。コミュ、あまりにもアサリ先生が可愛くて困るな。困らないけど、困るな。アサリ先生をスカウトとかいう公式コミュに悪意が詰まりまくっている。許さない、プロデュースさせろ。てまりちゃんは俺とアサリ先生の娘です。ペットかもしれない。篠沢さん、アサリ先生、てまりちゃん。ストーリー読んだキャラ3人とも好きになってるので、このままだと全員推しになる可能性が高い。現状プロデュースできる9人全員が少なからず誰かしら沼ってる印象しかないのに、これにさらにライバル3人プラスアルファが控えてるのかと思うと胸が熱くなるな。派遣や。おいおい、3人のトレーナーちゃんさんを忘れてるぞ。早くアサリ先生をスカウトプルーしたい。サポカでいいからアサリ先生スカウトさせてくれ、頼む。辛抱たまらん。リセマラしてないんや。アサリ先生そんなのあったのか。じゃあアサリ先生リセマラするか。マジでアサリ先生出てこねえ。ガクマスはリセマラ爆速でできたのに、何時間ものリセマラの果てにようやくアサリさん1枚目が出た上で SSR、 それだけだったけどリセマラ終了した。引け10枚貯めて10連したらアサリ先生引けたので、ガクマスは最高です。人権サポカ。タズナさん、ハズキさん、アサリ先生に狂わされてるオタク。絶対初に始まった時ハズキさんに狂わされてただろ。はい、私です。ハズキさんにしろアサリ先生にしろ、毎回事務員ポジションの人の好感度高いのすごいな。外さないじゃん。サービス初期の緑色版のウサポカは最強。令和古事記にもそう書いてある。アサリ先生がいるとお出かけが実質休み以上の何かと貸す個人の感想。アサリ先生だんだんといらないんじゃないかと思えてきました。アサリ先生入れずに属性サポカ入れた方が理論上ステータス漏れるとかあるのかな。体力管理のことを無視するとして、まあ他の人が凸したアサリ先生レンタルできるしな。周りのサポカがある程度育ってからでないとアサリサポカが輝かないってリリース初日にどっかで聞いたけど、普通に終始活躍してると身をもって味わってるわ。アサリ先生 SSR が有能なのは間違いないけど、アサリ先生のアドバイスガン無視して得意分野のレッスン伸ばす方がいいということに気づいた。ガクマスのコツ、アサリ先生のアドバイスを無視する。レッスン選択でアサリ先生のアドバイスに逆らってみたのが勝因。アサリ先生のアドバイスを間に受けて全パラメータを素晴らしいにしようとしてたけど、実際は2つ育てて1つ捨てるのが正解だな。アサリ先生のアドバイスを無視した一曲プロデュースは楽しいぜ。ストーリーでの指示のアドバイスが役立たずってとこもタズナさんに似たのか。アサリ先生のハイライト消したらちょっとガチ感増した。アサリ先生、私のアドバイスはガン無視ですか。そうですか。うおっ、興奮する。いつもありがとうアサリ先生。やたらネオアサリって呼ばれてる。アサリ先生ポイント、アサリ先生アイドル化の伏線か。ガクマス沼、あまりにも深すぎる。とりあえずアサリ先生をトップアイドルにさせろ。ところでログボの時のアサリ先生足長い。長くない？学園アイドルマスター、大好評配信中です。ご視聴ありがとうございました。